ニュースデラックス、エアコン野郎デラックスです。すいません、今日ねちょっと変なオープニングで申し訳ないんですけどね、今日はちょっと弊社で最近やらせてもらってる、まあ、コロナ対策の一環といったらあれなんですけど、よく皆さんもお聞きすると思うんですけど、テレワークとか、ね、在宅勤務とか今流行ってるじゃないですか。みんなね、そうやらざるを得ない状況になってる中で、うちのこうエアコン屋さんとしてね、どういった形でテレワークしてるかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。はい、でちょっとお客様役でね、今日ナバラさんの方にも、うちの事務員さんです、前の動画でご紹介しました事務員さんの方にもお手伝いいただいて、皆さんとやって、まあ、皆さんに見ていただきたいと思います。はい、ではですね、実際にうちで使ってるツールとしまして、まあよく聞くと思うんですけど、 Zoom って呼ばれるテレビ会議のページだったりとか、あと最近ですね、先週からできるようになったんですけど、 LINE のビデオ通話によるそのね、画面共有してこうお互いで見ることができるっていう機能がね、ついに LINE にもついたんですよ。でそういったのを使ってこうお見積もりをね、お互いにこう見て分かんないところとかをこう説明してもらったり、説明差し上げたりっていうのをうちでは結構今やらせてもらってたんで、それを簡単にこう説明して、皆様ともこう、ね、できるように距離をこう近くなれるようにですね、やっていきたいと思いますので、実際に今から見てもらいたいと思います。はい、どうぞ。はい、では今これですね、私の携帯、スマホのですね、LINE を開いてますね。 LINE、はい、で皆さんの、まあ、LINE とかメールアドレスとかを弊社の方電話か何かで交換させていただいて、このような形でですね、 URL としてビデオ会議をするお部屋のページを送らせていただきます。はい、でこれをこう開いていただくと、よいしょ、ポジッと、はい、そうするとこのように Zoom のページに飛んで、この URL をコピーしてくださいという表示が出ます。で皆様、これですね、 iPhone の方は Zoom、 これをソフトをですね、アプリとしてダウンロードしておかないと Zoom 使えないんですよ。でもその場合でも、この先ほど送った URL の方を開いていただいて、もし Zoom を持ってなかった場合は、ここでそのアプリを取ってくださいっていう紹介の文に行きますので、それに従ってアプリの方を取ってください。もし持ってらっしゃる方はこれ触っていただくと、ピョンと、はい、URL リンクがコピーされましたとなります。そしたらこれを Chrome か Safari の方でポンと押していただいて、URL をここに入れていただくと、ペーストポンと開く、ポンと、はい、このページを Zoom で開きますか、開く、ポンと、はい、そうするとこういう画面になります。ビデオプレビュー、これは相手にこういうビデオとして映りますよと、大丈夫ですかっていう画面になります。これでここでお客様は、いや、ちょっと顔を映して喋るほどでもないなと思うのであれば、ビデオなしで参加していただいても構いませんし、実際に何かこう部屋のね、中のエアコン、これを見てほしいとか、ここに室外機を置きたいんですけどどうでしょうとか、そういうのを説明した場合はビデオ付きで参加っていうのを押していただければ、この画面で相手に映ります。まあ、相手っていうのは今で言う、皆様で言う私たちですね、業者の方に移ります。でここでホストは間もなく参加を許可しますということで、あとこっちでパソコンの方でですね、いじってお客様との回線をつなげます。はい、つなぐとこういう形で映るんですが、こういう形でうちの事務所とつながるようになってます。これは皆さんが今見てるスマホですね。iPhone。iPhone で、ここにうちの事務員のナバラさんが映っております。はい、どうも。はい。という形ですね。で、ナバラさんの方には皆様の画像がこういう形として映ってます。ここですね。どういうふうに映ってるか確認しながらですね、実際にここでおしゃべりをしてもらうと。でまあ、もちろんお客様の方でご要望とか聞きたいこととかあれば、この場で聞いてもらって構いませんし、私たちの方もお見積もりをするのに必要な情報等をこちらでお伺いさせていただきます。はい、で実際にちょっとここにつけたいんだよねなんていう場合も、この場で言っていただいて、このまま
スマホを持ち歩いてその場所をカメラで写していただければ、私たちの方でそれを見ながらお見積もりを作成すると、はい、いった流れで Zoom の方はやらせていただいてます。はい、でこの Zoom のですねすごいところっていうのが、なんと顔のビデオ通話だけじゃなくて画面もですね共有することができるんです。はい、で例えばですが、この場でもうすぐお見積もりしてくれとお客様からご要望があった場合、この場で見積もりをしたページをお客様の方に移すことができます。はい、では今移しますので少々お待ちください。では実際に画面の共有というものを今から皆様にお見せしたいと思います。はい、じゃあ電話をしながらですね、じゃあ今からお見積もりしたお見積もり書の方をお見せしますということで、ちょっと携帯の画面の方に移しますねっていうお話をさせていただいて、こちらの方でこのような画面をお見せします。このような画面ですね、ドンと皆様の方にお見積もりの方をこの場でお見せすることができると。これちょっとごめんなさいね、私の携帯をカメラで撮ってるのでこのぐらいの距離感でしか見れないですけど、実際には皆さんの携帯電話にいっぱいに画面が映ると、こういう形でですね、はい、こういうお見積もりになりますよということをその場でお出しすることもできます。はい、でこの場でもちろん電話もつながってますので、あれこの隠蔽配管のためってこれってどういう意味ですかって言ったご質問とか、金額あれこれってここのお店だとこれくらいだったんですけどこれぐらいするんですかっていうご質問もこの場で受けることができて、ではじゃあ工事の方お願いします、じゃあこの日に行きましょうっていうお話まで全てすることができると、ね、弊社ではこのようなテレワークを Zoom の方でやらせていただいてもらっております。はい、でですね、まあ、皆さんも今最初ね冒頭でもお話しさせていただきましたが、今コロナウイルスで、ね、業者さんに来てもらうのが少し怖いなと、あとは、まあ、遠方で家がねちょっと遠方の方、宮城県とは言ってもね北の方で気仙沼の方なんです、南の方で白石の方なんですって、で土日しか家にいませんとか、あとはもう東京に住んでて仙台の方のお家の方のエアコン交換したいんですなんていう方も、こういった形でテレビ電話をさせていただいてその場でお見積もり工事のお約束までできるようなシステムになっております。はい、ということで今見てもらったようなですね Zoom での、テレビ会議のやり取りとか、ね、オンライン上でのやり取り、まあ、テレワークっていった形で今コロナの時期はですねこういった形で日々やらさせていただいておりました。これからもですねコロナに関しては、まあ、どんどん下火にはなってきてますけど、毎年ね亡くならないってコロナはっていうお話がもう今ニュースでもやってますし、インフルエンザみたいにこうね流行する季節とか今後出てくるかもしれません。そういった際にねこういったテレワークの方お客様も活用していただいて、まあ、今から他の業者さんとも家具もやり始めるとは思いますけれども、まあ、弊社ではこのような形で Zoom、 あとですね別で LINE でもねやらせていただいております。 LINE は LINE の方で別でですねやり方の方ご説明する動画の方も上げさせていただきますので、 LINE しか持ってないんだという方はそちらの方をチェックしていただいて、ぜひご連絡一本いただければと思います。はい、ではよろしくお願いします。バイバイ。でらー got a brother that doesn't treat them right. Put your finger right